だが情熱はある。見ました。第1話。担当職人に、感想を言うと、めっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かった。僕はもともと、オードリーがめっちゃ好きで、足りない二人も、結構、ほぼ後半にはなるとは思うんですけど、二人の歴史からしたら。でも、ほぼ結構、ライブとかも実際見たりとかもしてたんで、お二人のことは、そこそこ知って、山津さんについてはそこまで詳しくはないんですけど、そこそこを知っているっていう状態で、今回このドラマを見たんですが、いやー、その二人とも本当に、高橋海人くんもめちゃめちゃ若林さんだったし、森本慎太郎くんもめっちゃ山津さんで、ちょっとすごかったっす。特にビジュアルで言ったら多分、森本慎太郎くんの方が似てるな、寄せられてるなっていうふうには思ったんですけど、実際喋った時の高橋海人くんの若林さん感がすごかったっすね。まず、佇まいもめっちゃ似てるし、顔の雰囲気とかなんか、表情とかめっちゃなんかすげえ、実際に若林さんの、その学生時代を目の当たりにしたわけじゃないけど、あんな感じだったんだろうなっていうのがすごい想像できるというか、すげえなと思いましたね。で、エピソードとしては、最初、解散ライブをちょっと見せて、で、その次に、二人が初めて会って、山津さんと若林さんが二人で初めて会った時の、情景みたいなのを見せて、そこから、学生時代の話に、ルーツの話に戻っていくっていうような、構成だったと思うんですけど、そうですね、最初始まったところが、ライブの始まるところだったかな。あの時からなんか、ちょっと、掴まれたし、こういう、温度でやるんだみたいな、二人の演技の感じとかが、すげえ、バチッとハマってて、うわぁ、これで、このまま進んでったらすげえ面白いなと思ったんですけど、ただちょっと、ナレーション、三浦アナウンサーですごい、それ自体いいと思うんですけど、ちょっとナレーション多いなっていうのはちょっと思って、それはちょっと気になったっちゃ、なったんですけど、初見の人からすると、だいぶ分かりにくいというか、急に始まるんだよね。分かりにくいところいっぱいあると思うんで、しょうがないのかなっていうのはちょっとは思いますけど、そこはちょっと気になったところではありましたね。ただ、そうですね、すごく、二人が本当に、そのまま二人、芸人の二人のままだったから、そこがすごい心地いい、面白かったですね。で、二人が、初めて会うところとかの空気感とかもなんかめっちゃ、若林さんもより学生の頃からさらになんて言うんだろうな、闇というか、いろいろ、すれていって、いろいろ経験したものが乗っかってるような、ちょっと、ダークさっていうか、ちょっと陰鬱な感じっていうか、そういうのがすごい刻み込まれてる感じがして、すげえなと思ったし、山田さんもなんか芸人になって、さらに単純に面白くなりたいっていうだけじゃなくて、ちょっといろんな、ライバルとか、に対しての感情みたいなのがすごく、溜まってきてるっていうようなところを、なんかうまく、ビジュアルとか、表情とかでなんか出せてたような気がして、すげえなと思いましたね。あと、薬師丸さんがすごい、多分あれ本当は、安島さんっていうプロデューサーで多分男のプロデューサーさんなはずなんですけど、
それ薬師丸さんがやられてて、あれもすごく、なんて言うんだろうな。まあ、なんかすごい良き理解者っていうか、すごく優しい、全肯定してくれるような、すごくいいプロデューサーさんだっていうのもすごく伝わってきたし、キャストも、まあ、男女は変わったけど、すごくしっくりきていいキャストなんだな、というふうに、感じましたね。はい。で、まあ、学生時代の話になってくるんですけど、あそこはもう本当にずっと面白かったし、なんか本当キラキラしてましたね。まあ、本当に一般、なんだろうな、本当に、もう本当の一軍の人からしたら、学生生活が正解だとしたら、まあ、まあ一番正解っていうのは学生生活ではなかったのかもしれないけど、二人とも。でもなんかすげえ、こう、まあ、大人になってこう、整理された状態で見るとすごいキラキラしてて、めっちゃいい学生生活だなと思いましたね。もうまず山田さんが、まあやっぱり最初の動機としてはちょっと不純かもしれないけど、こう、でもやっぱりみんなが抱えてるような、こう、男子だったらみんなが抱えてるような、ちょっとこう、可愛い子に振り向かれたいみたいな気持ちが、すごくわかるし、なんかこう、勉強とかスポーツとかそういう、まあ王道なところじゃなくて、やっぱり面白いっていうところで振り向かせたいっていうような、ところとかもすごいなんか、まあまだまだそんなにお笑いとかに強烈に興味があったわけでもないのかもしれないけど、なんかそういうふうに、一個のきっかけでなんか、のめり込んでいくみたいなのがすごい面白かったし、青春みたいな感じですげえ、良かったですね。で、そこのなんか、絶妙にダサい感じとかっこいい感じの、なんか、ちょうどこう、境目のところの感じをなんかすごく、丸ごと慎太郎くんが、演じられてて、すげえいいなと思いました。で、まあ、若林さんの方は、そう、やっぱりラジオとかもすげえ聞いてるんで、お父さんとの関係性とかがすげえ現れてて、家族の、で、ご飯食べてるシーンとか、お父さんがいろいろ、まあ、結構、正直にいろんなこと言っちゃう人だったみたいなんで、なんかそれの原因とか、まあ、サボったりとか、で、いろいろ会社をすごくクビになったりして、いろいろと会社を転々としてたみたいなエピソードが、あそこで再現されてて、で、なんとも言えない家族の、なんか、立ち位置とか、空気感とかがすげえ、絶妙に、まあ、なんとなく、まあ、ああいうお父さんではなかったけど、なんとなく空気が悪い時の家族の食卓ってすごいなんかわかるし、それがすごくドラマで描かれてて、なんか、あそこですげえ共感できましたね。わあ、こういう日の食卓ってすげえ嫌だよなっていう。で、若林さんも、まあ、別に特に、まあ、父ちゃんも、悪く言いたいけど、自分も別に頑張ってねえしな、みたいな。そう、そういう感じとかもすげえ、なんか自分的にはめっちゃ共感できましたね。なんか、その感じもすげえ良かったし、で、やっぱり、春日さんとの関係性とかがすごい良かったですね。なんか本当に、まあ、ああいう学生時代の話とかはラジオとかで散々聞いてたんですけど、なんかこう、二人の、なんていうんですかね、あうんの呼吸っていうか、そういうのが学生時代からすでに出来上がってる感じがして、エモかったっす。エモかったっすね、なんか。で、途中に部室で、春日さんだと思うんですけどね、ラジオ、ナイナイさんのラジオかな、をかけてて、なんか、あれとかも改めてちょっと熱くなりましたね。なんか、この
この何年か後にこの二人がラジオやるんだなっていうの。なんかそういうのとかもすげえ良かったっすね。で、なんか、その、なんだろうな、パワーとかあり余ってて、なんか、よくわかんない、あの、スポーツ、アメフトをつけたもん、あの、テニスとかいろいろしてたじゃないですか。ああいうのもなんかよくラジオで喋ってたし、で、他の学生とかも男子校だからすげえ、この、エネルギーがあり余ってるみたいな、そういう感じとかも、あの、投票のシーンとかね、描かれてて。で、あの、若林さんは唯一若林さんにあの投票してくれた男の子とかも、なんかこう、あれは、なんだろう、谷口さんなのか、でもちょっと違うと思うんだよな。あの、谷口さんっていう、まあ、本当にオードリーのあの、若林さんと春日さんともう一人すごく仲いい友達がいたっていうので、よくラジオとかにもゲストで出てくるような、結構有名な人がいるんですけど、その人なのかな？でもちょっと違うんだよな。もっと、まあ、どっちかっていうと、二人に近いような立ち位置の人だったと思うんで、なんか、あの、若林さんに入れた男の子はちょっとあれですよね。ちょっとオタクじゃないんですけど、気持ちで言うとちょっと隅っこにいるような感じのテンションの子だったんで、あれは、ちょっと僕も知らなかったですね。ああいう出来事があったんだっていうような感じでしたけど、まあ、そうですね。やっぱりその、わかりやすく、目立って笑えてるようなタイプじゃないけど、やっぱりセンスには気づいている人がいたっていうことなんですよね。で、一方、山里さんの方は、親友のね、あれ名前忘れちゃった。親友のいつも物食べてるけど、すごく、山田さんは面白いで言ってくれて、あの子も、の感じとかもすげえし、で、好きな子が見つけたらそれを追っかけてって、隣の席に座っ、わざわざ隣の席に座って漫談を話すっていう、ああいう感じとかも、うわ、すげえ山田さんっぽいなって、すげえ思ったし、あそこでしっかりトーク作ってって出すっていう感じとかもすげえ山田さん、のままで、うわぁと思って、すげぇ、なんかちょっと恥ずかしいけど、なんか気持ちもわかるし、そういうことしちゃう。で、しっかり笑ってくれたその女の子も。で、実際付き合いではないけど、なんかこう、一個、なんか、くさびを打てたっていうか、力を締ませたみたいなところとかがすげぇ良かって。で、いざお父さんお母さんを説得しようって場面で、ちょっと呆れられちゃう感じとか。で、お母さんも、ずっと、まあ、肯定、味方だったんだけど、ちょっとこう、皮肉の感じで言ってくる感じとかもなんか、ちょっと辛いけど、まあ、リアルな感じがして、良かったですね。で、これから、芸人になるところですよね、多分、二人が。だから、多分、結構、今よりもっと、今はまだまだ結構キラキラしてる感じだけど、結構、言うたら暗黒時代に突入していくと思うんで、そういうところとかの感じも結構だいぶ楽しみですね。だから結構久しぶりに、毎週見るようなドラマができたなというふうに、今回は思いましたね。エンディングもね、ストーンズの曲だったみたいな、なんか、ツイッターとか見てたら結構ファンの人も知らなかったみたいな感じで、サプライズの感じだったみたいで。で、あと、これ、クリーピーナッツ提供してんじゃ、クリーピーナッツが提供してるんじゃないかみたいな、声とかも結構あったりして。で、初見だったけどなんか、結構良かったですよね、なんか。確かにいろいろラップ、結構、がっつりラップっていう感じだったけど、よかったなと思いましたね。ちゃんという感じですね。で、多分、本当に久しぶりに毎週見続けていくようなドラマになると思いますね。だから情熱はある。なんで、ちょっと、来週も楽しみです。日曜日の夜になんかいいですね。月曜日に備えて、一話見れるっていうのも。
来週、楽しみにしてます。